と、うん、いうことで今日はこんな感じでまかない屋さんというお店に来てます。2人でね、初見さんがなかなか来づらいということで、だいぶ今日はいつもと違ったテイストの動画です、はい、一応今回まあ、コースっていうかね感じでいろんなメニューが来て最後デカ盛りが来るっていうことで、でとりあえず今回1品目か、1品目はもうサラダがねこんな感じで前菜で何のサラダだっけ、リンゴとかいろいろリンゴと何かのサラダだ、まあ、普通に今日は食べていくんで、はい、はい、ゆるゆるっとなんでお願いします。お腹すいた、はい、食べましょう、食べよう、じゃあいただきます、いただきます、いただきます。どうぞ、いいのか、いいよ戦いそうね、今回は結構長丁場の話と聞いてるけど、うん、今日はとりあえず和洋中とフルコースで出るみたいです。ラウンド1ってさっきあの向こうからちょろっと声がラウンド1って来た本当にここは本当に、まあ、お店のまかない屋さんって言うんだけど、うん、本当に創作料理がもうすごい、うん、とにかくすごい、特に決まったメニューがない、そう、固定でメニューっていうのはなくて、もう本当に店員さんのミッキーさんにお任せしてメニューが来る感じのあのミッキーとは関係ないんだよね、あん食べましょう、うん、やっと来れたんだよね、2人ともね半年ぶりぐらいだね、そう、去年の年末ぐらいかに、うんうん、みんなで集まってでもう来たいですって言って全然来なかったっていう全然来なかったっていう、まだかまだかとやっと来れたっていう、で前回もその大食いたちいっぱいできて、うん、和洋中って出すよって言われて洋で終わったからね、お腹いっぱいで中まあたどり着かなかったっていう、行かなかった今回2人でね、2人でそこまで挑むっていう大会以上だよ、もう、うん、あ、そんなこんなでサラダ完食ですこんな感じでね、うん、特製ダレで、あれだ、湯豆腐、そう、湯豆腐になんかもつがたくさん入ってる、ちょっと俺の画面からだと低いから多分見えないけど、こっちはギリ見えてるかな、うんうん、インサート入れてるからね、インサート入れてるから許してください、はい、大丈夫でしょうあ、お、いただきます、牡蠣の肉巻きで、おすごい、カレー風味、牡蠣の肉巻き初めて聞いた、海鮮と肉コラボねいいなぁ、知ってこん、海のミルクだからある意味親子だね、うん、うんじゃない、うん、そう、よく他人丼じゃね、他人丼みたいなもんじゃ、他人丼みたいなもんだ、どんな見えるかな、いただきまーす、うんあ、おいしい大好き、すごいね、うん、シソがさ、うん、臭み全部飛ばしてるね、そう、旨味だけしか残ってないよ、その牡蠣の汁がこう噛んだ瞬間ジュワッて出てくる、これでもお酒とやりたい、これお酒頼む、ビールが欲しいけど頼まない怖いから、後が怖いから、ね、まだここ和だからね、まだね、ステージ1だから、うん、でもこうやって動画でさ、うん、2人でやるのってさデカ盛りとか多いじゃん、うん、普通量をさ
ゆっくり話しながらっていう動画って結構珍しいよね。ないね、大食い界でもなかなかないし、うん、でもこれ大食いか大食いじゃないのかなって思うじゃん。大食いだからね、さらっとしてる、うん、総量で最後多分ね、総量で言ったら多分相当な量が出るはず。でもこれ全部含めて2人でまあ1キロないぐらい、うん、だんだん目測で分かってくるからね。なんとなくで分かるよね、うん、では大丈夫、うん、こんなこんなで牡蠣の肉巻きは完食だね、うん、はい、はい、ありがとうございます、はい、続いて野菜のおやき、はい、ベニネーズソースです。これベニネーズ当然まあ、あ、ベニネーズ、ベニネーズ、はい、あ、出た噂の。紅生姜はマヨネーズベースで紅生姜を、そう、ここのね、前も来た時にもらったんだけどね、オリジナルで、そう、紅生姜のマヨネーズ、これがまた美味しいんだ。美味しいんだね、うん、もう早く食べたい。食べましょう。よっしゃー、すぐ。もう野菜のおやきって初めて聞いたんだけど、なかなか聞かないよね、うん、まずちょっとベニネーズはつけないでやってみましょう、うん、たっぷりつけて。大好きだ。根菜の香りがすごい、甘みと、ね、うん、まずごぼうの強みがうんって、してその後いろんな味が、これは、あ、美味しいわ、うんうん、いや、本当にまかない屋さんでさ、うん、料理の味もそうだしさ、こう見た目もめちゃめちゃ泥の品も可愛かったり凝ってるっていう、うん、鍋がなかったらずっと見てもらいたいもん、うん、この逆 UFO みたいなずっとこうちょっとセンターにねすごいのがあるからあれなんだけど。最後食べちゃっていいのかい、うん、じゃあ最後の1個、うん、ですね、うん、3品目これがそう3品目、まあこれが間にあるからなんだけどね、うん、野菜のおやき完食です、うん、でもそんなこんなん言ってるとなかなかお鍋もいい感じで、うん、取ろうか、じゃあこんな感じで。ちょっとね、ごめんね、鍋見えないけど、こんな感じで。よし、食べちゃおう。はい、優しい塩だ、これ美味しいな。すごくなこれ湯豆腐にもつ入ってんね、もつ、ね、このもつすごい口の中残らないよ、うん、すごい全然 俺の知ってるもつじゃない。東京のもつじゃないな、うん、ほんとふわっと溶ける。あ、よろしいですか、はい、ゴーヤのペペロンチーノです。ゴーヤのペペロンチーノ、テーマはキャンプファイヤーらしいです。おー、キャンプファイヤー、かわいい。一応今ちょっとこんな感じで鍋ずらして今料理見えるようにしたんで、うんうん、初めからこうしろよって話なんだけど、ね、で、これがゴーヤのカルボナーラ、うん、ペペロンチーノ、あ、ペペロンチーノか。卵がさ、なんか見て、これキャンプファイヤーみたいになってるんだって、ね、かわいい、めっちゃかわいい。向こうなんか親父のキャンプファイヤーって、ね、若干聞こえたけど、親父のキャンプ前も前も踊っちゃうみたいな、前も前みたいな。ちょっといいかい、どうぞどうぞ。
どう？なるほど。キャンプファイヤーいい。なんかね、何って説明するの難しいけど、なんかキャンプファイヤー感ある。うん。何がって言われると困るけど、あ、想像よりもスパイシー。うん、胡椒のなんだろう、辛さというか、うん、あ、これがその胡椒の辛さがキャンプファイヤー感。そう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 。親父のね、すごく言ってる意味が分かった。分かったっしょ。でも多分見てる方は伝わってない。困って、これ結構本当に強いよ。うん、唐辛子も効いてるしね、うん、結構ビリビリくる。でも最近はさ、うん、ドラもいろいろと近況が変わってるじゃん。うん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 。調子はどうですか？調子？やってることだけど基本的に変わらない感じ。うんうん、いつも通りだけど、ちょっと水面下でいろいろ し始めてるかな。おいいね、水面下で。それは近日に分かんの？まだまだ、まだまだかな。もう煮え湯になってから未来飲ませるから。豆腐のようにね。もう形になってからじゃないと分かんないよな。そう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 。うん、でも本当今の世代の大食い選手なんか、うん、結構男子なんかそうかな、なんか大会が終わってからみんないろいろ変わった人とか多いよねって。ああ、そうだね、うん、みんな変わったね。うんうん。今第5世代の人なんて、あ、いや主に僕らの世代、うん、でみんな YouTube やってるからね。そうだね。なんかこうメディアがね少なくなってきたから、うん、逆にそうやっていやその個人個人でねやりたいものを発信できるのは俺はすごくいいなと思うけどね、うん、それはね、すごくいいと思ってる。って話してんだけど、めっちゃ辛い。めっちゃ辛い。めっちゃ辛い。なんかさ、下に行けば行くほどの辛み増してない？どんどんペペチーがすごい効く。ペペロンチーノってそういう意味だったんだよね。うん。あ、どうしよう、辛い。どうしよう、辛い。辛いけど美味しい。そう、止まんないんだよね。そこもやばいよ。え、まあ、あの一番シールゾーンで、そこカレーゾーンだと思うよ、たぶん。僕がどんな動画を上げてきたと思ってるの。あ、そっか。あの、なんだっけ、日本一辛いカレー、日本一辛いカレーとか、あの、マンダリンなんとかだっけ。そう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 、日本一辛いなんとかみたいなの意外と食べてきてるからね、年一ぐらいで。症状もらってるもんね。もらってもらってる。認定書みたいの。だいたい終わっていつもカメラ来た瞬間に一人でうずくまってる。30分ぐらい。やればきついだろうね。何やってるんだろうと思いながら。ラスは辛いの大丈夫なんだっけ？辛いのは好きだけど、普通量だね。うんうんうん。大食いってかたくさん食べるときはなんか辛い。うん、激辛の大食いやってくださいってコメントとかたまに来るじゃん。うん、うんってなるなる。もう俺はちょっとなみたいな。前処します。普段は中本とかも、うん、普通に10倍とかするけど、ただお腹は直撃よ。うん、はぁってなる。口より内臓にね、うん、すさまじい。千葉だからお友達になるもん。なるね。ほんで、あの、立てない。またあったねってなるの。なるの。あんまり動画とか生放送でも公言してなかったけど、うん、僕、ゴーヤめっちゃ好きなんですよ。ゴーヤ美味しいよね。ゴーヤ食べるために生まれてきたみたいな。また叩かれる。また燃えるよ。いや、好きってことをアピールするのは悪いことじゃない。
まあね、でも本当にドラはほん、まあ、俺も好きだけど、うん、それより昔からファンだもんね、うん、あの人見て大げさになったみたいなのが本当にあるからね、うん、ドラはもともとどっから見出したの？でもね、古い記憶になるとね、うん、なんとなく赤坂さんが頭の中に残ってるんだよね、うんうんうん、あの人がなんとなく眼鏡落としたよ、昔に見た記憶はあるんだ、僕は。ああ、でも本当に初期の初期だね。うん、僕らが知らないだけでさ、実はテレビチャンピオンでもっと昔からやってたんだよね、うん、その頃なんてさ、2キロ3キロ食べたら本当にすげえって言われてたよ、時代ね。本当に4キロであの優勝を争う、3キロ4キロで、うんうん、今どういうこと？4キロ届かないみたいな届かないじゃない予選の時もさ、うん、全員が7キロ超えるとかさ、うんうんうん、ちょっと何言ってるかわからないっていう、人類として進化してるのか退化してるのかもよくわからない時代が時代だったら真っ先に殺されてるでしょうって人間たちでしょうね。でも何が起きてるのかよく俺もわからないけど俺もよくわからないんだけど今日食べてる今の量、うん、普通の人はみんなもう食えねえって言って食べてるからね。多分もうここでお腹いっぱいだろうね、うん、2人で食ったら。これまだ前菜の域なんだよ多分。まだ多分前菜だね。まだ前菜だね、うん、でもほらペペロンチーノだから、うん、和洋の洋に入ったんじゃない、もしかしたら。入ってるかな。でもゴーヤだよ。でさ、うん、僕すんごい怖いこと気づいたんだけどさ、うん、鍋出てるんじゃん、うん、まだ炭水化物一個も出てないんだよね。そっか。そう、今ね、野菜とお肉 だけまだ体に優しいね。まだあの糖質制限の人には嬉しい、うん、メニューなんですけど、ここから多分来るんでしょう。いただきますね。うん、うん、あ、いいよ。そのスパムちゃん食べて。僕スパムめっちゃ好きだけど、いいよ、あげるよ。食べていいよ。俺さっきスパムだけで食っちゃったから。あ、いいの？うん。いや、待って、ちゃんとけじめつけるの。あ、あ、あ、かわいい。あ、お皿がハートだ、そこが。これ、分かるかな。分かんないよね、多分。これね、ハートになってんの。うん。こっち分かるかな。ハートになってるの。かわいい。ここにタレがいっぱいいたんだね、君は。え、辛いの分かったけど、やっぱ辛い。ゴーヤが辛い気がしてきたんだけど。もう何を食べても辛いってこと。それは可能性はなきにしもかな。あ、タレはね、辛くない。うーん、やっぱりあの彼が、うん、彼が暴力的な強さをでさ、お完食でございます。はい、です。なんかもう完全にさ、うん、普段のご飯の感じになってるからさ、うん、ちょっとお腹いっぱいな。わ、まだわ。もう大満足だよ、あの胃の感じ。ダメダメダメ、ニッキーさんそれだけ食さあ用意してるんだから。でもほら、みんなさ、やっぱりあの見てる人とかは、うん、大食いの人って普段から食べるのとか、うん、よく聞かれるけど食べません。そう、なんか、ね、僕らは食べません。そう、でも何かあったら嫌だから一応食べ放題のお店とか選ぶんだけど、うん、絶対元取れてないから。絶対元取れてない。あのさ、最初に来たしゃぶしゃぶのお肉だけで終わるってどういうこと。あれは最近事件だよ。ここ 2,3 回ずっとそうだからね。あとずっと君ビールとか飲んでるんでしょ。ずっとビール飲んでる。あ、やっぱりお腹いっぱいって言ってるもんね。
と何の、そのなんか枝豆とかさ、おつまみ系とかをずっとひたすら小鉢みたいなのを頼んでちょこちょこつまみでずっとビール飲んでるみたいな。そうだ、わざわざさ鍋でさ5000円のコースとか頼んでるのにさ鍋を食べないっていうさ。でさ、しかもさ、もう分かりきってやるんだからさ、うん、一番安いコースにすればいいのにさ、うん、目張るんだよ。でも肉やっぱ食べたいよねとか言い出して、和牛、黒毛和牛いっとくって言って、それだけ一皿一皿はい、お待たせしました。お続いては、あ、来た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 、テリナンバンだ、テリナンバンです。見て盛り付け、かわいくね、バケツ、バケツでこぼしちゃいましたみたいな、あっちやな、工事みたいな音がすごい音が聞こえる、見えるかな、すごいね、ドバーって、これ、悪魔みたいな、すごい笑い声聞こえる、笑い声、やばいやばいやばい、怖い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 、ちょっと、なんかすごい音が聞こえるよ、どういうことあれ、いやー、面白いな回転が上がった、回転が上がった、ビチャビチャ言ってる、なんか見て何作ってるんだろう、じゃあ食べよう、食べようか、じゃあお先にどうぞ、はい、いただきます。つけないでしたね、いいの、うん、ジューシーすぎやしませんか。てかめっちゃ熱いけど。あ、これ美味しいな。で前来た時もこれ確か出てさ、大人気すぎて一瞬でなくなったよね、みんな。一瞬でなくなった。さーって撮ってた。写真あんまり撮らしくなかったね。撮らしくなかった。これ美味しいな。ちょっとじゃんけんのソースが、うん、ピリッとしてて、締めはやばいよ。なんか締めはやばいって聞こえたね。でも、うん、こう動画とか回ってて決まって思うのが、こういう料理とかデカ盛りとか、うん、愛情のある人って決まってドS、うん、あー間違いないね。大体どこのチェーンさんもね、怖いよね。怖いっていうか、あのちょっと威厳があるというか、優しい悪魔、うん、ホワイトデビルみたいな。なんかそうね、こう DM、あのメッセージとかメールでも、おいいよ、来いよ、鍛えてやるよみたいな。鍛えてやるよじゃん。どういうことだろうな、みたいな。あの、食に関して鍛えるとは、みたいな感じの。あ、だからその流れだとさ、うん、まあ、みんなちょっと誤解してるから、話してんだけど、うんうん、俺さ、あの、野猿の二郎さん言ってるじゃん、うん、撃沈したやつ、うん、鍋ボーンって、うん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 、で、コメントとかで、なんか、なんつうの、生意気だと思われてるからとか、逆にお店がやりすぎだとか書いてあったけど、うん、あれじゃなくて、こう仲良くじゃないけど、こういろいろちょっと話させてもらってる中で、うん、何、あの最初の相談料よりは、相談の量よりは、うん、だいぶ増えてたね、よっぽど増えてたんだけど、でも愛ゆえ、ね、なんかお互いがこうね知ってる中で、うんうん、お話させてもらってるから、ああやってやってもらえるわけで、なんかいたずらとか、うん、まあ、いたずらなんだけど、あの愛のあるいたずら、ね、愛のあるいたずらっていうか、そうだから、なんかみんながこう批判するような感じじゃなくて、やっぱりなんかデカ盛りって、うん、どこのお店も共通してるけど、こうお客さんとさ、うん、俺らに限らず お客さんとこう仲いいというか、うんうん、近しいところがあって、本当に愛情盛りっていうぐらい、ね、本当にお客さんとの距離が近くて、だからこそできること、そうだね、うん、だから語弊があるかもしれない、その本当に一二世代前の YouTube とかだと、お店でやっぱ無断で撮ってるとかって、うん、お結構いらっしゃったみたいなんですけど、ありがとう、僕らやってる料理とか見てもらうと分かると思うんだけど、あれは無断でできるようなものじゃない、うん、で事前に予約したりとか、うん、それこそお店にないメニューなんか本当に1ヶ月とか2ヶ月とか、店主さんと連絡しながらお互い新メニューじゃないけど、こういうもの作れませんかってことを練ったりしてやってるから、
でも結果多分その練りすぎて作る方もテンションが上がってちょっと増えるっていう。増える毎回増えるっていう。結構さ、作ってもらうときに、うん、自分らのギリギリの容量を攻めるじゃん、うんうん、で、あ、でもなんか食材がなんか 500g ぐらい余ったから入れといたよって言われるとちょっとちょっとみたいな。ここまでがこうさらっと食べれる限界の量かなっていう量でいつも設定するんだけど、出てくると大体超える。超える。あれ僕容量落ちたのかなとかって思ったら、後で あれね1キロ多かったんだとか。ランチでご飯余っちゃったからさ、ちょっと入れちゃったみたいな。そう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 。だからましてやその俺らお昼営業とか夜営業とかの終わり際、うん、とかにも行ったりしたり、その忙しい時間帯省いててあるから、うん、俺らが最後のお客さんになっちゃうと、うん、余ったもの全ていられてるみたいな。残ったお米はちょっと言ったよりも多かったけど入れちゃったよみたいな、よくあるよね。お互いのこと知ってるからこそね、うん、そうね。ここ自体のラスカル何回か来てるじゃん、うん、ほぼこれ系のメニュー毎回出てるよね。そう、こういうような本当におしゃれっていうか、その器からそうだし、うんうんうん、盛り付けもそうだし、すごくこだわってる感じ。ここって多分僕のオープニング以外使ってるかもしれないんだけど、うん、すごい著名人いっぱい来てるじゃん、うん、あの一元さんわからないお店なのに。そう、しかも本当に変な話、誰しもが知ってる方々、芸能人とかでね、うん、あの勇者ヨシヒコとかね、うんうんうん、ヨシヒコさんが来てる。ヨシヒコお店もそんな感じだもん、雰囲気ちょっと、うん、とか、あと昔トリビアの泉の司会やった人とかね、うんうん、はい、お待たせしました。はい、続いてはタイとサーモンとオレンジのカルパッチョです。トリュフ塩を買ってます。でこちらソースは燻製醤油が買ってます。燻製醤油ありました。ちょっとこれ前出していいかな、うん、これがサーモンとタイとオレンジのカルパッチョ。感じ見えるかなこれ。よっ、大丈夫、ありがとうございます。これで、燻製醤油と、うん、トリュフ塩。トリュフ塩おしゃれすぎん。おしゃれすぎん。ここだけ急にあのフレンチのテスト、うん、本当にね、徐々に本当に和、洋、中といろいろ変わってね、うん、すっげえ楽しくなってきた。すっげえ楽しくなってきたけど、最後の締め怖え。いや、さすがにご飯16、8。いやそんなまさか。まさかね。それをいただこうかな、カルパッチョ。うん、トリュフ塩とかトリュフね、最近結構ハマってるんだよ。サーモンとオレンジってめっちゃ綺麗。じゃあ僕はね、タイとオレンジ。いいわ。すごいな。それこそ本当にさっきの話じゃないけど、ご飯にフルーツ食べない人食べてもらいたい。うん。これは常識覆されるっていうかね、僕ねすっごい疑問に思った。何の人なのあの人は、もともとあのすごい人。すごい人。いや本当でも食べたことない。いい本当にいい。これ本当に美味しいって意味合いで、しょっぱいと甘いが連鎖するんだと。最初にまずトリュフ塩の香りが来て、でタイの甘さが来たかなと思ったら、もうそこにオレンジの酸味と旨味がこうバカバカバッとこう後を追うように来て、後味はすっきりして。もうダメ、ここまで美味しかったら余計なこと言ったらもううるさいって感じになっちゃう。そうだね、うん、いいなこれ。これレシピ知りてこれと晩酌したい家で。あ、はい、いいですか。はい、はい、天空ピザマッチョピチュ。マッチョピチュ。マッチョピチュ。これ待ててた正体。ああ、メレンゲだ。メレンゲ。
新メニューだね。これは僕らも本当に初見だね。これそのピザ上にメレンゲがこう乗っかって焼いてあるみたいな、うんうん、見たことないよこんなピザ。こんなんよ、まあ、こんなのお姉さん方言ってくださいましたね。本当にインスタ映え、インスタ映え、インスタあんまやってないけど、俺全然放置してた、ごめんなさい。すいません、本当にフォローしてくださってる皆さん、ちゃんと更新してます。食べよう、食べましょう。あ、これやばいやつだ、これめっちゃ熱いこれ。なんだこれ、あの見た目のインパクトと相反する、すっげえ優しい。いやこれ、あ、これアンチョビの QI だった、うん、え、それ一口行こうとするもんなのそれ。何言ってよみたいな顔しないでよ。ん、うん、幸せなの。本当にもう僕、女子が好きっていう食べ物みたいなやつとか、あのおばあちゃんがすごい好きみたいな食べ物、僕ね両極端なの。なあ漬物みたいなやつかこういうやつ本当に好きで。でもあのみんな分かってくれると思うけど、俺は美味しいもの食べた時のドラのしたり顔が好き。したり顔でもみんな分かる、あのこのふって顔、あいつ今日のめっちゃ美味しいんだろうなって、好みなんだろうなって見てて思うもん、いつも褒めてもお茶しか出ない。いや求めてた。みんな分かるって人、俺もさ、うん、動画始めるもっと前からやったから、俺ももともとずっと見てる側でさ、そう昔からその表情めっちゃ好きだったの。それこそあのドラうまそうに食ってんなじゃなくて、うん、うわドラコさんこれ美味しいんだろうなっていう時代から。もうあれだね、ありがたい限りみたいな。うん、視聴者さんだからね、もっとね、もう全然、もう7人の侍からちゃんと見てたし、あの二郎の代から見てたし、普通の大二郎から見てたよ。懐かしいな。顔出してなかった頃だね。うん、この辺りね、でちょっと動くとこうチラッと見えるみたいな。うん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 。でもみんなどうなんだろう、やっぱりいろんな人いると思うんだけどさ、動画見てる人で、それこそ昔から見てる人から、うん、最近から見る人、どこのドラが好きなんだろうみんなは。結構見た目もさ、食べ方から何か昔からこういつも変化するじゃん、結構シーズンごとに変わるね、うん、キャラクターも全部含めてね。まあ俺はあの海外のドラ好きだけどね、昔の海外にいる頃のドラ。金髪短髪みたいな、本当池袋ウステゲートバンクみたいな時間だったんだから、見た目これが。いやいやいや、それはね、まあほらいいじゃない。黒歴史ってやつ。いやでも勘違いしないでほしいのは、それで本当に渋谷とか池袋で生きてたら、それは本物だよ、うん、どこで生きてたかって自分の部屋の中だから。ていうか、あの俺が見せてもらった写真って、あの向こうの南米の方にいる時の写真だったじゃん。そうフィリピンとか、ね、すごいぴったりなんだよ、あのその現地の空間に合う。それを含めてすげえ好きだった、写真見た時に。何今日おごってほしいの。何も出ないから。まあ今で好きだけどね。いやいや、そんなこと言われてもね、お茶しか出ませんよ。いいですよ。あ、そんなこんなで、うん、カルパッチョ完食だ。カルパッチョ美味しいなって思うけど、カルパッチョが永遠出てきたらきついんだろうなって思う。このピザ一口じゃ無理でしょ。一口で食べるもんじゃないよ。
めちゃくちゃ挑戦するの。なんかさっき挑戦してたなと思って。いや、してないよ。一口無理じゃない？無理でしょこれ。寿司ロッカー食べてたじゃん。熱っ、熱っ。え？だよって。うん。うん。あの、メレンゲだからシャシャシャ。あ、家に行けって。もったいない。この食べ方、本当にもったいないから、うん、これは。でも、この食べ方も幸せ。あの、口いっぱいにこれが。だし、全体の味が分かるね、一回。うん。な感じで。なんか、天空の。白ラピュタ。白ラピュタか。絶対その名前じゃなかった。はい。ありがとうございます。はい、ミートボールペンネです。おー、ミートボールペンネ、ミートボールペンネ。うん、取れてなかった。俺の取れてなかった。回ってる今は。今回ってる。ごめん、アラビアータ取れてなかった。アラビアータをね、インサートで許してください。はい。取れてない時間帯は僕の方のところで保管。うん、保管。もうさっきから絶え間なくあの悲鳴みたいなのが聞こえるんだけど。僕の DVD の方の悲鳴なのか、お姉さん方の絶句なのか、どっちなのかもう分かんないぐらいの。ん？ご飯オンご飯。ご飯にご飯。チャーハン飯で食いみたいな。固めてます。僕らの一番の苦手な圧縮系の何かが。なんだと思う。工作？工作？粘土。粘土。粘土。何が出てくるの？もう全然わかんない何が出てくる。なんか。オムライス的な？あー違うって。食べれたらすごくね。もう準備完了してる感じですか？いや、もうあの試し台で。あ、じゃあこれ取っちゃおうか。うん、もう多分来るって言うんで。で、一応一応こんな感じで。うん、アラビアータ。さっきまですごいすごい店内にぎやかだったんだよ。うん、でも料理できた途端すげえ静かになったもん。シンってなったね。早朝の富士の樹海みたい。なんか驚きとかじゃなくて、それこうやって絶句してるのも。絶句、僕人生初めて絶句って光景を見たの。そうだね。スタンディングオベーションです。僕らがさ、うん、デカ盛りやってる時みんなさ、すごいみたいな、周りのなんかさ、こうキャッキャした笑いというかさ、うんうん、すごいってあるじゃん。絶句って言葉を失ってるっていう状況がさ、やばいなって。もすごいが、うん、いやまあまあ恐怖よ。まあまあ恐怖よ俺。なんか本当にね、 RPG のラスボスの前みたいな。これサイズ感わかんないんだろうな。長いな。見たことない。サイズ見たことない。助けて。来ました。やばいぞこれ。どういうこと？じゃん。で、天津皿うどんどんどんから。すごいな。やばい。ごめんなさい、皆さん、あのこれ目の前に持っていけない。やばい、これはすごい。皿うどんどんどんって言ったよ。皿うどんどんどん、うん、なんか中に秘密があるみたい。うん。いや、まあまあ、あったかいうちに。そうね、食べましょう。どんだけ時間かかるか分かんないから。いいですかね、今23時ですよ。今23時に、あの、うん、
だって10時前ぐらいからスタートしてね。そうね、終電もあるし。いやでも、あ、いいなこれ。いい音だ、伝わってるかな。いや待って、あのそこに、そこにっていうか下にスプーン入れると、うん、サクサクじゃない何かがいる。ご飯とも違う何かが。わかんない、いや。やばい、下全部ライスだ。これ食べる配分間違えるとやばいぞこれ。そっか、だからご飯オンご飯ってのはこういう意味だったんですね。そういうこと。見てこう下全部 ご飯が全部ご飯がドンって敷き詰められてますね。ちょっとありますが、やばい、笑いしか出ない。やばいやばいやばい、ミキさんこれやばいでしょこれ。やばいよねそれ。あ、でも食らしてるのやばい、めっちゃ美味しい。うまいやろ。うん、これ美味しいですね。隠し味は愛だからね。これはこれはやばい。たくさんの愛を感じますよ。うん。二人がいつも会ってるすり鉢なんかよりもよっぽど多分量多いよ。それをさ、あれだけ食べた後にこれだよ。随分ラスカルらしくない日和声が上がって、こんなにひよってんの僕初めて見たよ。お米だけで18合って言ったからね、18合。6キロよ。口いっぱいに頬張って、うん、減らない。効果はないようだみたいな。効果はないようだ。でも悔しいんだけど美味しすぎるんだよな。めちゃくちゃ美味しい。ここまで。もう一個のシメ食えそうだな。え？もう一個のシメは無理ですよ。シメは一個ですから。シメは、シメはもう。シメ2みたいな。閉まってなかった。でも聞いて、あと少しに見えるけど一番高いとこだから。こっちから見えてこうやって出るじゃん、うん、こうなってるんだよ、うん。懐かしいな、あれ思い出すわ、あの煮込みカツカレーのお店、二人で。でしょ。ね、思い出すね。ってなったやつ。
会思い出すぜ。大会思い出すぜ。思い出すね。それぐらいお腹パンパンです。コーナーから使いますか。使いますか。味変。もうなんか優しいなぁ、ミッキーな。優しい。優しい。一番好きな俺その出かけ。これ美味しいですよね。味道楽。それぐらい食えるだろう。もうまずかけちゃいますもん、うん、最高だろ、この出かけ。ちゃんと宣伝してあげる、その出かけ。味道楽。味道楽。うまい。だね、俺はね、お腹がいっぱい。俺の知るまでに食べたいランキング5に入ってたんで。味道楽、うん。死ぬまでに食べたい。でも食べてるじゃないですか。真実って分かってから。ああ、うんうんうん。どうでもいい。いいよ。で、食うけ。食った？うん。なんだろう。デザート。ハニートースト5斤。全部持ち帰りだそれ。あ、何だもん。これくらいのバニラアイスが。一口でいい。一口でいい。あの、ピノ、ピノ。ピノはいいよ。それでも全然飲めないじゃん。おお、あとちょっとだ。このちょっとがやばいっす。ちょっと口数少なくない？え、味道楽が美味しくて。かけてないでしょ。つい。ほっぱ、マジで。立食パーティーじゃ見ないよそれ。10人20人そこらじゃ出ないよそのサイズ。すげえ。いやもう限界っす。カメラ、カメラ、右手でカメラ。あらら。一旦ごちそうさまをしましょう。本当にごちそうさま？本当にごちそうさまですよね。すごい。ごちそうです。ごちそうでした。素晴らしい。今日は早めに帰って寝ましょう。そうですね。うん、明日もまたあるから。じゃあ。そんな感じで。また次回。じゃあまたいつか機会があればダラダラとこんな感じで。じゃあ。